ギターのマストテクニック7選ということでお送りしている6回目の今日はですね、エコノミーピッキングですね。エコノミーピッキングというのは何かというと、例えば上昇時ですね、上昇時に高い方の弦に行くときは必ずダウンピッキングで行くと、反対に低い弦に移動するときはアップピッキングから始める。これによってですね、どの次もその弦の外側を弾くようなアウトサイドピッキングっていうのを避けるということで、まあ、スムーズな動きっていうのが期待できるわけなんですよね。当然ながらスムーズな動きにはなるんですけども、ビートの上にですね、例えば16分音符で弾くとですね、5個目の音って次の拍のビートの上じゃないですか。それがね、アップピッキングになっちゃうんですよ。1、2、3、4、1ってこうアップピッキングでビートの上を弾かなきゃいけないので、そこが不自然に感じる方が多いポイントだと思うんですね。ただですね、これね、慣れなんですよね。まあ、ピッキングなんてアップとダウンしかないんで、アップピッキングからオルタナートピッキングするのに一度慣れてしまったら、半年ぐらいだったらね、どっちでもできるんだと思いますので、やってみてはいかがでしょうか。で、どちらかというと注意点はですね、早く弾きすぎてしまうのがエコノミーの結構難しいところなんですよね。なんかリズムにもむししてですね、ダラダラっとこう弾いてしまう方が結構多いので、そこを制御できるようにするのが難しいところだと、上級者の方はお考えください。何かわからないことあったりですね、ピックの当たり方など正しいかどうか判断してもらいたいときはですね、日曜日の自由投稿の時に投稿していただければと思います。普段のフレーズの投稿とかもですね、エコノミーでやってみましたみたいな感じで記載していただきましたら、私確認いたしますので、ぜひご利用ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。トータルギターメソッド、あなたのギターライフを輝かせる。新しいギターライフをぜひご一緒に。